東金城は、千葉県東金市東金の八角湖畔の本、進む寺工法の第一城にあった、日本の城である。1521年に、戦国武将である、堺定高と堺高都が、土家城から高官城を経て、東金へ移り、築いたと言われる。別名、時計根城、東金市指定史跡。東金城は、 上佐サ・井氏の居城として、サ井貞サによって1521年に築かれたとする説と、室町時代に千葉氏が築いた時家傍城を起源とする説があるが、サ井氏による築城が有力である。1590年の豊臣秀吉の小田原攻めの際に、サ井氏は北条氏に就いたため、朝野仲正によって摂収される。その後、 徳川家康の関東入宝後の1613年、東金は家康のお高場となり宿泊施設として東金御殿が建てられた。1630年の徳川秀忠を最後に高刈りは行われなくなり、1671年には東金御殿も取り壊された。現在、東金御殿跡には千葉県立東金高等学校があり、同校と、 本進地との間に途上口がある。東金城の四角は最高部に位置し、東の三角、西の二角との飛行は6メートル、面積約1000平方メートルである。ありがとうございます。